はい。では、えー、早速ね、今日もちょっとやっていきたいなと思うんですけど、今回はですね、まあ、売り上げを左右する差別化マーケティングの具体的なポイントというテーマでお話をしていきたいな、というふうに思います。で、まあ、よくね、皆さんビジネスをしている時に、よくその、商品をお客さんに、まあ、提案した時とかもそうだし、あとこれ、集客する時とかもそうなんですけども、よく、例えば、お客さんが集まらないとか、あの、商品が売れないっていう時の決定的なポイントとして、あの、お客さんからした時にですね、あの、自社と他社との違い、いわゆる、オタクの会社の商品とか、 あなたののところで教えてててるメソッドっっ他の人もやってますよねみたいなねあの他の会社と具体的に何が違うんですかみたいなここがやっぱり分からないとですねお客さんっていうのはまずあなたの話をですね、まあ、聞いてくれないであったりとかそもそもあなたに興味すら持ってもらえないっていうことは結構あったりするわけなんですよね、まあ、特にこれは一番如実に出るのはですねセールスとかクロージングの時ですよね、まあ、ある程度集客がある程度リストが集まってきてそこからまあ販売まあいわゆる個別相談とかカウンセリングとかお電話の時とかでお宅の商品は結局交換会社 何が違うんですかとかと今ってあのコーチングだったりとか治療院だったりとかね、まあ、あのいろんな業種の方がいらっしゃると思うんですけども今の時代って別にコンサルとかもそうだし特に治療院とかは特にそうなんですけどセブンイレブンの数いわゆるコンビニの数より多いわけですよね皆さんのライバルの人ってでその中で自分を選んでもらわないといけないわけなんですね自分っていう存在を選んでもらわないといけないと。 ってなった時に、お客さんはですね、まあキャップってあなたの商品に興味があったとしても、いやいや、ちょっと待てと、ここよりももっといい商品があるんじゃないかとかね、本当にここでいいのかっていうのが絶対にお客さんと頭をよぎるんですよ、購入する時にね。 あのー、これはもちろん、例えば、買い物、高い買い物であればあるほどそうだと思うんですよ。例えば、不動産とかもそうじゃないですか。本当にここの家で契約しちゃっていいのかなとか、ましては、例えば、不動産を買うときとかね、マイホーム、まあ、いわゆる一生に一回買うの買い物っていわゆるぐらい大きな買い物じゃないですか。車買うときもそうですね。車、あのー、なんかセルシオ500万です、みたいなね。本当にこの車買っていいのだろうか、この車でいいんだろうか、みたいなね。まあ、考えるわけですよね、普通に考えて。ま、あよほど大買持ちじゃない限りはね。そんな、ポンポン物買うわけじゃないんで、僕らは。っていうなったときに、マーケティングで 重要にになっっててくるるるののははセセールスってのはセリングを不要にすることとであるとこのマーケティングっていわゆるセールスの前段階でのしっかりとした顧客教育ができていればそこまでゴリゴリに営業しなくても商品は勝手に売れるよっていう話なんですよ。ってなった時にここのマーケティングで一番セリングを封印するポイントって何かっていうと、まあ、僕はいわゆる差別化マーケティングって呼んでるんですけどもいわゆる商品はあなたからぜひ買うべきだよねっていうふうに思ってもらう。 そういった教育っていうのを日頃から皆さんはちゃんとやっていかないといけないと、まあいうことになるんですよ。ってなった時に、今回はね、この具体的なその差別化フレーズ、まあ皆さんがいわゆる、まあ YouTube、LINE の配信、SNS、情報発信とかで、まあ使えるようなフレーズで、皆さんでもこれね参考にできるようなフレーズ、本当はもっといっぱいあるんですけど、をちょっと5つに厳選をさせていただいてね、今日はちょっと共有の方させていただきたいと思います。で、まずね、 えー、1個目っていうのが、これ、まあ僕らも結構使うやり方なんですけども、結構、あの、会社向けのセミナー説明会とかでもね、今日は、まあ、うちでしかお伝えしないこの LINE と SNS を使った最初のやり方をお伝えさせていただきますとか、で、これも例えば、人向けて情報発信をするときもそうだし、営業のときでもそうなんだけども、今日は例えばね、あのー、皆様 SNS を専門家だとしたときに、えー、LINE と SNS のやり方をお伝えさせていただきますっていうのと、あのー、今日は、うちでしかお伝えしないこの LINE と SNS を使った、あ、独特のですね、 あのテクニック的な話もね今日させていただきますのでぜひ楽しみにしていてくださいねって言ったんだったらどっちの方が興味惹かれるかっていう話なんですよね簡単に言うとでここでしか学べないんだっていうところにお客さん結構価値を感じるわけじゃないですかそこがどこで学べたらやっぱ価値て感じないと思うんですよねだからまずはうちでしかお伝えしていないほにゃららとかねまあこれあの嘘はだめなんでちゃんとあの、まあ、業界をしっかりとリサーチしていった時に、まあ、やっぱりこれうちでしかお伝えしていないメソッドはこれだなっていうのをある程度リサーチしておくんですよ で、それで、今日はうちでしかお伝えしない、このやり方についてお話をしていきます、であったりとかね。もうそうだし、あと最近だったらやっぱりインスタグラムですよね。インスタグラムでも結構リールをそこまで使いこなせている人ってやっぱいなかったりするわけですよね。でなった時とかもそうだし、あの、あとは、なぜうちのホニャララは結果が出るのか、とかね。まあ、このフレーズとかも結構強力だったりするんですけども、あの、なぜうちのホニャララ、ホニャララっていうのはいわゆる皆さんが、えー、携わっているそのメソッドであったりとか、まあ、あとはスクールやってるんだったらスクールとか、 えーまあ、コンサルティングとかコーチングとかそういったパッケージの商品ですよね。なぜうちの丸々は結果が出るのか。まあ、これライザップとかもそうですよね。ライザップはも結果にコミットって言ってるくらい、あのー、ライザップに行ったら結果出て当然だよねっていうブランディングをあそこはずっと確立してるわけですよね。テレビ CM 打ちまくってで。皆さんの場合は、まあ、テレビ CM はライザップみたいに打つとめっちゃお金かかるんで、そこまではできなかったとしても、あのー、なぜうちのメソッドは結果が出るのかっていうのをずっと言い続けないといけないわけですよね。でこれが例えばあの今年で1000億ぐらいの 600億から1000億、今、上場してますよね、ライザップさん。ライザップの場合とかだと、たくさん CM を売って、実績の声をバン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 出しまくって、もうライザップ入ったら結果出ますみたいな、もうこれがもう当たり前なんですよ、もうライザップに個別相談来る人は、ラザップまあもちろん中にいると思うんですけど、ほとんどの場合は、もうライザップ入ったら結果出るみたいな、っていう目線でも来てくれるので、結構やっぱりスムーズにね、契約が決まったりするわけですよね。だから、なぜうちの丸村は結果が出るのかっていうふうな切り口で、情報発信をしていく。 っていうのののも結構これブランンディングのやり方の一つでで、すねで。あとは、あのうちの○○は他者と何が違うのかっていうのをあえてそういう話を持っていき方をする、まあ、例えば、あのうちの○○は他者と何が違うのか、まあ、僕とかだったら、まあ、うちで教えているラインアップのやり方っていうのはあのよそと何が違うのかとかねあの。っていう言い方をするわけです。よ。だから皆さんもやったら別にダイエットでもいいわけですよ。 あの私が教えている、えー、このまるのダイエットメソッドっていうのは、よそのね、ダイエットコーチとか、スクールとかダイエットジムで教えてる内容とは、何が違うのかっていうと、こういうとこですみたいなね。うん、だからそこはもちろんちゃんとね、事前にリサーチしておかないといけないけど、こういうふうないわゆる話をできるようにやっぱしておくっていうのが、やっぱ結構売れるかどうかっていうのは変わってきますね、これで、これで本当、成約率全然変わってきますので。 あとうちの場合とか、あれですよあの、まあ、うちがやってる学科とか大人とかもそうですけどもあのうちの学科であの教えている内容っていうのはあの切り売りじゃありませんみたいなね、まあ、この業界とかって結構その、ツイッターだけでとかインスタグラムだけでスポットで30万とかやっぱ切り売りでや,や,っ,ぱやってる業界がやっぱどうしても多いわけですね8割切り売りでもその中でうちはそれ全部切り売りじゃなくてワンストップ体系型で、えー、学べますみたいなね、まあ、そういうのも結構売りだったりするわけです、まあ、カリキュラムでょ差別化をしていったり,であったりとか、まあ、こういったところも、ね、あの重要ですよね。 あとはあのー、これをやってるところは業界でうちだけですみたいな、あのーまあ、こういうのがもしあるんだったら、それを全面的に出す、でこれも、あのー、日々の LINE の配信とか、例えばブログとかでもそうだし、情報発信をしている時にもです、ね、あのー、ねうちでしかお伝えしていないとか、なぜうちの何やら結果出るのかとか、こういった訴求っていうのは、まああのー、1回しか言わない人っているんですよ、もう1回発信したら OK じゃないですよね、あのそもそも LINE でそれを発信したとしても、人ってそもそも忘れ,れるんで。 忘れるしあの人って基本的に1ヶ月前にあの見たものとか読んだものってほとんど覚えてないんでそれをずーっと言い続けないといけないんですよねだから僕は結構情報発信するときとかもそうだしライブするときとかもあの毎回これは入れるようにしてるっていうポイントがあってそこはやっぱさっきの差別化のポイントですねこれはもう毎回言い続けるいろんな角度ででも毎回皆さんの場合もそういうポイントがあるんだったらこれ毎回ずっと言い続けるブログとかでも絶対書,きつ書くと本当と一言でもいいんでこういうふうな切り口でね、あのー、話を書いてあげる これやってるとか業界でうちのスクールだけなんですとか、まあ、あとはあの巷でこういうところが多いんだけどもあと巷では戦略ですよね。 ですねあの、うちのノウハウすごいんですよっていう風なあなアピールもねこれもちょっとコツがありましてうちのスクールすごいうちのスクールすごいとかうちのノウハウすごいよみたいなのをずっと言い続けるとですねなんて言うんですかねちょっと売りが出すぎてしまってみっともないみたいな場合があるんですよそこでちょっとこれは言い方のテクニックとしては、まあ、巷まではねあの結構じゃあ例えば企業系とかのスクール集客系のスクールでもこういうところが多かったりするわけですけどうちの場合はこういうふうにやってるんですよとかね っていう言い方をすると別に僕って誰も傷つけてないわけなんですよね。あの業界であのこういう名刺出すのはあのやめてくださいねあの。これはいわゆる肺炎の処方って言ってあのその会社にも迷惑かかるので別にこういう名刺を出さずに巷の業界ではこうだったりこうだったりこういうところが多かったりするけどうちはこういうふうにやってますとかうちはこういうとこ大切にしてますとかって思いでもいいんですよ。思いいいでで差別化を図るるとととかかここういうとこを大事にしてるんすすよねね例例ええばば業界が、ね、すごい例えば 大規模な人数でスクールやってるところが多い中で皆さんは例えば個別のパーソナルっていうところをすごい大事にされている方がもしいらっしゃるとするんだったら多くの場合だった体ねあの大人数でスクール形式のところが多いですけどうちの場合は個別パーソナルコンサルっていうところをすごいねあの大事にしてやってるんですよねその理由としてはこうでこうでこういう思いがあるからっていうのもお客さんに言わないと伝わらないんですとでも言うことでお客さんはその価値に気づいてくれて魅力的に思っていただけるわけですよね だからあのそういった自分の独自のポイント、まあ、今日僕は一応ね、ねこの5つの項目書き出しましたけど、まあ、この中でですね別に全部午後この話ができるようになるていうわけじゃなくて、このうちの、まあ、最低2つか3つぐらいはですね自分もあのこういう風な言い回しができるところっていうのはないかっていうところをちょっとね書き出してみていただきたいと思います。今日実践終わった後に、ね、ちょっと書き出してみていただきたいなと思いますので、まあ、ゆくゆくは差別化フレーズってとか売れるか売れないかっていう要になってくるんでね、ねここをぜひちょっと押さえておいていただきたらなという,ふうに思います。でこのややり方はっっぱねあのさっきライズさ ししましたけど大手とか中小とかでも結局売れてるところっていうのはここがうまいんですよ。ここがうまいで。やっぱビジネス系 YouTuber とかでもやっぱ短期間であれだけガッとやっぱ売り上げを上げてるところとかっていうのはみんなここっすよね。大体いいよくよくあのそういう人の YouTube 見てみるとあの巷ではこうだけどうちはこうなんですよみたいな、ね。大、ま、体、あ、自分の,その、まあ、ポジショントークって言ってあれですけどもあの他者比較っていうところちゃんと入れてるわけですよ。他者比較ね。ぜひ皆さんもこの他者比較っていうところは、まあ、このできるだけ多くね。 あの、思いつく限り書き出してみていただきたいなというふうに思います。で、えー、二つ目のポイントとしてはですね、あの、これはちょっとね、えー、上級のやり方になるので、えー、どうしても思いつかない場合はね、これは無視しておいていいんだけども、まあ、自分のノウハウとかメソッドとかって皆さんあると思うんですよね。例えば、あの、ダイエットだったらダイエットとか、えっ、ー、と、腰痛改善だったら私だけが教えてる腰痛改善のメソッドだったりとか、まあ、僕だったら集客のメソッドとか、えー、それからもちろんなん、か副業の支援だったりとか、いろんな、ノウハウって皆さんお持ちだと思うんですけど、そのノウハウに、 あ,のあえて名前を付けてあげるっていうのがやっぱすごい重要ですね人っていうのはそこに名刺化されて名前が付けられたことによってそれに対して親近感を覚えそしてその名前を認知して覚えられるという話がありますでこれは例えばですね、えー、ノウハウまあこれうちのですね卒業生の方で、あのー、筋トレ筋トレを抑えられている方がいるんですねでその方はキャッチコピーはですね、まあ、筋トレを教えてる人ってぶっちゃけいっぱいいるじゃないですか 筋トレ法筋トレ法っていうノウハウ名っていうのはみんなやってるから意味ないですよだけどその方はですね筋トレしない筋トレ法っていうねメソッドを自分に名前つけたんですよ筋トレしない筋トレキャッチじゃないですかえ筋トレなのに筋トレしないんだみたいなねっていう風な名前をつけてそれで一気に認知を広げてそれで結構今売れてる方なんですけどもあとはねちょっとこれ例書きました筋トレしない筋トレとかあとは最強の食事術とかねこれ本です本で実際あるんですよ であったりとかね最強の食事術とか <laughs> あとはあのインスタ映えしないインスタ集客を、ねまあ、これはまあ僕らが一番最初にこの2年前ぐらいかなにやってすごい問い合わせをいただいた業界でねあのインスタといえば SYK だっていう風に言われるなっのは結構これが大きかったんですけどいわゆるノウハウ、まあ、僕らもですね単にインスタグラムに文字入れましょうっていうやり方を、まあ、業界で。 まあちょこちょこやってる人はいたんですけど、まあ大々的にやったのに,にそれを認知させたうちなんですよ。で、やった時に、インスタ映えしないインスタ集客王っていう名前でめっちゃ広告かけてたんですよね。で、インスタグラムとかフェイスブックとかずっとその名前をあの言い続けてたわけですよ。インスタ映えしないインスタ集客みたいなね。そう。で、そうするとですね、ある程度たってくると LINE アットにメッセージ来るわけですよね。あの、インスタ映えしないインスタ集客王って最近よく聞くんですけど、お宅のとこですかみたいなね。で、問い合わせが来るみたいな、お客さんからね。とか、そうだし。まあ、あとは、あの、 まあ、あのスピ系の人とかね、心理系の人とかだったら、まあ、いわゆる <laughs>、まあ、なんだろうな、まあ、全く新しいとかね、まあ、全く新しい引き寄せ法則2.0みたいな、あの、まる〇〇,〇2.0とか、あとは新引き寄せ法則とかね、全く新しい SN 集客術とか、まあ、こういうのをちょっと、これはちょっとしたテクニックですけど、つけてあげることでも、すごいコンセプトが競和だったりとかします。まあ、あとは、あのー、ひっと昔あがったのが、なんか、LINE 集客法っていうね、LINE 集客に関する講座、まあ、うち、 代表の,の山崎が3年前ぐらいですかね、にやってた講座があって、それにですね、LINE 集客法って別にありふれてるじゃないですか、LINE 集客法ね。で、当時もちらほら LINE 集客を教えてる業者っていうのはいたんですよね、いた。だから、うちは何やったかっていうと、LINE アット超集客法ってやったんですよ、もう超ってあれですよ、スーパーサイヤ人の超ですよ、超ってあの超えるってですね、あれをちょっと付け加えただけで、やっぱ際立つわけですよね。 まあこれを僕らはなんかエビフライの尻尾理論って呼んでるんですけどあのエビフライってまあもちろんね何が正しくて何が間違えたわけじゃないんだけど、まあ、食べない人の方が多いと思うんですよってなった時にじゃあエビフライって尻尾取ってそのまま出してくれればいいじゃんって僕思ったことあるんですよねでも尻尾のないエビフライってちょっと気持ち悪くないですかって話ですよもうこれだけ来るみたいなもうエビ,エビの本体のところだけ来て尻尾ついてないみたいなそれだとエビフライに見えないからなんか映えないんですよね でも、エビフライっていうのは、あの尻尾がついてることで、エビフライ定食800円で売れるみたいな、まあまあ、そういうとこがあるわけですね。だその尻尾みたいなところが結構重要。何が言いたいかっていうと、エビフライにおける尻尾っていうのがすごい重要ですと、それが、例えば筋トレしない筋トレ方の筋トレの部分だったりとか、インスタ映えしないっていう、こういうちょっとしたワンスパイスですよね。これが結構重要。まあ、あと最近とかだと、なんか、アプリ開発、D' っていうね、あのベンチャーが結構タクシー航空でやってたんですけど、ノーコードでアプリ開発ができるみたいなね。 のが霜降り明星でってあの芸人さんが結構 CM 出てるんですけどノーコードっていわゆるプログラミングなしでもアプリが自分で開発できちゃうみたいな、まあ、そういう風な訴求なわけですよね。 それを濃厚でアプリ改装でまあちょっとうかっこよく言った言い方ですけどこれ結構面白いですよねであったりとかあとこれうちの元生徒さんでインスタグラムでえっと年商で3900万ぐらい売り上げてたあの宮中さんっていう人がまあうちのもう1年ぐらい経ちますけど卒業しているんですけどその方とかあのダイエットメソッドとダイエット×脳科学っていうコンセプトを作ってそこで楽屋せ脳メソッドっていう風な名前で自分のメソッドを作ったんですよで彼のラインアットではもうずっとあの私がお伝えしている楽屋せ脳メソッドを使って○○さんはこうだった 状況からこんだけ痩せましたうちの楽安のメソッドを使って今回もこの楽安のメソッドを使っててずっと言い続けるんですよその名前をねでそれを認知させるみたいなイメージでただどうしても自分のそのメソッドに いくら考えても名前が思いつかない。まあ皆さん場合だったら、なんかアマゾンの書評のタイトルとかで、そういうところとかからね、あのぜひリサーチして、えー、あ、こういうのいいなと思ったら、そのノウハウを名前つけるっていうのをやってみてほしいんですけど、まあ、どうしても思いつかなかったら、別に、あのー、自分のコンサル名とか、もしくは今スクールやってるんだったら、そのスクール名でもいいんですよ。僕らとかだったら、大人の企業専門学校っていうのをやってるわけですよね。ずっと言い続けるんですよ。うちの大人の企業専門学校では、みたいなね。もうずっと言い続ける。 その自分のスクール名とかをもうとりあえず命名して名前を付けてそれをずーっと言い続けることで認知を増やしていくっていうやつですね。っていうのがすごい重要かなというふうに思います。 まあ、あと、通勤快速っての、ね、は、これはまあ、あの、例ですけど、あの、靴下をね、まあ、売ってるメーカーがあったんですよ。で、そこの靴下を売ってるメーカー、まあ、ある程度、規模は大きい会社だったんだけど、まあ、あの、電車のツりカー広告で、あのー、足が蒸れにくくなる靴下ってやっても全然売れなかったんですよ。で、そのソックスですよね、靴下の販売してる会社何したかっていうと、製品一切いじらないで、キャッチコービーだけ変えて爆売れしたんですよね。どうしたかっていうと、あの、電車乗ってる人って、あの、通勤快速乗ってるわけですよね。だから、通勤快速なんだけど、快速は心地よい足と書いて、 っていう風うに名前変えただけでめっちゃ売れるようになったっていうそれぐらいですねこの、まあ、キャッチコピーって威力がやっぱあったりするのでぜひ、まあ、皆さんもねご自身でいろいろ調べてみてリサーチしてあこういう名前だったら自分のノウハウにつけたらいいんじゃないかなっていうのをねもし思いつくんだったらそれをねえずっと言い続けるっていうのがすごい重要になってくるかなという風に思います。 はい、であと最後はです、ね、あの断言するが勝ち、情報発信でめっちゃお金稼げる人っていうのは、まあ、断言をできる人なんですよね。っていうのも、あのー、情報発信で売れる人はそうやって自信を持って発信できる人、まあ、よくねこれ僕もいろんなやっぱり人スさんとか、今まで1000名以上配信してきて見てるんですけど、やっぱ売れる人とかっていうのは、あの例えば私はこう思うとか、僕とかっていつも言ってるじゃないですか、あのフリーランスが成功するには SNS ですよみたいな。 ししかなないいよみたいな、まあ、断言してるわけで,すよ、ね、でもそれを僕が断言しないでねフリーランスが成功するためには SNS だと思うとかね、あのー、フリーランスが成功するためには今,今すぐ SNS をやった方がいいかもしれないみたいな。 って言われたら多分皆さん、おいおい、こいつ大丈夫かって多分なると思うんですよね。それが本当だったとしても。だから、あの、これはちょっと細かいポイントなんですけど、LINE の配信とか、日々のインスタとかでもね、あの、何々だと思うとか、かもしれないとかっていう曖昧な表現は使わずに、もうそこは自信を持ってね、何々だとかね、もうこれをやれみたいな。 まあ、別にそこまで命令口調じゃなかったとしても、何々です、何々だ、何々であるべきとかね、何々であるべしとか、もうそれでちゃんと断言して言い切った発信を、ぜひ、あの、続けていくっていうのが、まあ結構ね、重要になってくるんで、そこだけね、ぜひちょっと注意していただきたいな、というふうに思います。はい、というのがね、まあ今回ちょっと売り上げを左右するための差別化マーケティング、具体的なポイントっていうテーマでね、今日ちょっと前段お話をさせて、え、いただきました。